まずベーコンを炒めて、安売りしてたキャベツと人参、じゃがいもを煮込んで、おっとソーセージも入れないとな。うん、ポトフの出来上がり。ネットスーパーの食材のことは秘密にしておいた方が良さそうだし、この世界のものを積極的に使っていこう。ま、豚肉と思えばいいわけだし。まずは肉を薄切りにして、多少分厚いとこがあっても気にしない。それから肉を漬け込んでる間に、こっちで見つけたキャベツっぽい野菜を千切りにする。うん、これなら十分。生姜焼きにキャベツは不可欠だからな。フライパンを熱してサラダ油をたらり、それからタレに漬け込んだ肉を、うん、なんだこの匂い。これ絶対うまいやつ。タレが肉全体に絡まるようにして完成。うん、鳥だったらやっぱり両面をこんがり焼いて、余分な油を吸い取って、タレを煮立たせて肉に絡めると完成だ。よしよし、いい音。うん、肉の焼ける香ばしい匂いは格別だな。焼き加減は、俺はミディアムが好きだけど。おお、この炊きたてご飯に薄切りにしたステーキを乗せて、ステーキ醤油をかける、レッドボアのステーキ丼完成だ。さてと、まずは玉ねぎをみじん切りだ。で、しんなりするまで炒める。お次はひき肉等か。火を通したらミートソース缶だ。コンソメも入れて、塩を適量っと。安売りしていたパスタを、やわやわスパゲッティのナポリタンもいいが、今日はアルデンテだな。おお、よし、うん、今度こそ本当に完成だ。この肉をさらに薄くして、塩コショウ、まずはチーズだけバージョンだな。肉に薄く小麦粉をはたいて、卵液にくぐらせる。肉が薄いからすぐに焼ける。焦げないように気をつけないとな。次はパセリバージョンだ。これも火が通ったらすぐに引き上げる。うまそうだ。待て待て、昼間のミートソースが中途半端に残ってたから。おお、残り物を始末したにしちゃ上出来じゃないか。2種類のポークピカタミートソース添えだ。